ジョン・ブラハは、テキサス州サンアントニオ出身のアメリカ空軍隊、員、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。スペースシャトル及びミールデコドの宇宙飛行経験を持つ。妻のブレンダー・アイ・ウォルタースは、ミズーリ州セントルイス出身で、3人の子供と4人の孫がいる。小惑星番号22,442の小惑星に命名されている。1960年に、 バージニア州、ニューフォークのグランビー高校を卒業した。1965年に空軍士官学校で基礎工学の学士号を取り、1966年にパーデュー大学で航空宇宙工学の修士号を取った。1967年にアリゾナ州のウィリアムズ空軍基地でパイロットウィングスを取得し、イマイナス4、イマイナス102、イマイナス106、 A-37 に乗った。ベトナムでは361回の講戦を行った。1971年、カリフォルニア州、エドワーズ空軍基地の空軍テストパイロット学校に、通い、NF-104A に乗って10440、ホートまで到達した。卒業後、ス -104 の教官となり、空軍テストパイロット学校で教えた。 1973年、イギリス空軍に配属されて、テストパイロットとして働いた。3年間の赴任で、シープキャット・ジャギュア、ブラックバーン・バッカニア、BAE ・ホーク、BAC ・ジェット・プロボスト等に乗った。1976年、空軍式幕僚大学に通った。卒業後は、アメリカ国防総省本部で働き、海マイナス15及び、 F-16 の研究成果をアメリカ国防総省、アメリカ合衆国国務省、アメリカ合衆国議会に伝えた。34の異なる機体で7000時間以上の飛行経験を持つ。2008年にケネディ宇宙センターで行われたミートアンアストロノートイベントの際のジョンブラハ1980年5月に宇宙飛行士候補に選ばれた。パイロットとして STS-33 と STS-29、船長として STS-58 と STS-48 に乗り、ミール第22次長期滞在では、ボードエンジニアを務めた。5度のミッションで、合計161時間を宇宙で過ごした。5度のミッションの他にも、ブラハは、NASA スペースフライトセーフティ f e t の議長、ミッションマネージメントチームのウェザーマネージャー、 NASA スペースシャトルインプ e ーブメントパネルのメンバー等を務めた。オービタのヘッドアップディスプレイの設計、開発、統合も引いた。さらに、緊急時脱出手順の開発も引き、上昇時の複数エンジン故障の際の乗組員の救命率を著しく高めた。宇宙船のパフォーマンスや制御について多くの論文を書いた。 ブラハは1997年9月に NASA を退職し、故郷のサンアントニオに戻って、ウサーの幹部となった。ミールから帰還後のブラハと妻のブレンダイス TS-29 では、1989年3月13日に、スペースシャトルディスカバリーが、フロリダ州のケネディ宇宙センターから打ち上げられ、3月18日にエドワーズ空軍基地に着陸した。5人の乗組員が、 東側の TDRS を展開し、8つの科学・医学実験を行った。STS-33 は、1989年11月22日から27日にかけてディスカバリーで行われた。夜間に打ち上げられ、国防総省やその他のペイロードが運ばれた。地球を79周した後、エドワーズ空軍基地の第4滑走路にハードランディングした。 STS-43 は1991年8月2日から11日にかけてスペースシャトルアトランティスで行われた。9日間のミッションで西側の TDRS を展開し滞在延長型オービターや宇宙ステーションの開発のための物理、材料、生物等の分野の32の実験が行われた。地球を142周した後、ケネィ宇宙センターの 第15滑走路に着陸した。STS-58 は1993年10月18日から11月1日にかけて行われた。スペースシャトルコロンビアが7人の乗組員を乗せてケネディ宇宙センターから打ち上げられた。記録となる14日間のミッションで NASA 運営から最も成功して最も効率的なスペースラブの運用が行われたと認識されている。 自身の体と48匹のラットを用いて、神経前提、心臓血管、心肺、代謝、筋骨格等の医学実験が行われ、地上及び宇宙飛行中の人や動物の生理学に関する知見が深まった。さらに、オービタ上で16の技術試験、滞在延長型オービター上で20の医学実験も行われた。エドワーズ空軍基地の第22滑走路に着陸した。 ブラハは1994年8月からカリフォルニア州モントレーのアメリカ国防総省語学学校でロシア語の訓練を始め1995年1月からロシアのスターシティにあるガガーリン宇宙飛行士訓練センターで訓練を始めた1996年9月16日に STS-79 で打ち上げられミールとのドッキング後にミールに移った ボードエンジニアにとして、その後の4ヶ月、材料学、流体学、生物学等の研究を行った。STS-81 に乗り込んで、1997年1月22日に地球に帰還した。投票前にミッションが始まり、帰還が投票後になったため、ブラハは1996年11月の選挙には参加できなかった。 1997年、テキサス州は選挙規則を修正し、宇宙からも投票ができるようにした。ありがとうございます。